で、さっき上を選びましたね。上を選びます。反対の校舎に行ってみると。ホタルちゃん待ってるぞ、おい。何してんだ、お前は。先輩！うわ。今日はホタルが下で待ってるわけじゃねえから、少し学校を探検してみようかな。悠長すぎんか？悠長だな、こいつは、本当に。なんとなく2年生の教室が気になって渡り廊下を渡って向こうの校舎に向かう。お姉さんはきっと俺が掃除をしてる間に家かゲーセンに行ったに違いない。それでも2年生はどんな雰囲気なのか気になってしまった。来年には今の教室からこっちの教室へと移動する。今はまだそんなこと想像もつかないが。渡り廊下を渡ると、2年生の教室だ。俺は教室を覗きながら廊下を歩く。放課後の教室はどれも同じに見えた。それは、お姉さんのクラスってどこなんだっけ？あれ？あれ？おいっと？いたいたいたいいた。たね。誰もいない教室に一人きりのお姉さんがいた。近くにバケツと雑巾があるところから察するに掃除をしているみたいだ。一人？だけどどうしたお姉さんは一人で掃除してるんだ？このクラスの人はいないのか。意を決して俺は教室に入った。汚くね？なんか教汚室。れてるよね。なんでこんなところにいるの？授業はとっくに終わっているはずじゃ。俺も掃除当番だったんですよ。それでなんとなくこっちの方に来てみたらお姉さんが掃除してて。ところでお姉さんどうして一人で掃除してるんですか？お姉さんの足元を見ると床がびちゃびちゃに濡れていた。めちゃめちゃ掃除下手とかですか？ああ、バケツひっくり返しちゃったのかな。それだけじゃない。教室全体にチョークの子がまき散らかされている。教室の真ん中でね、バンバンやっちゃったのかな。ここああ、なが、るほでどしょ、あね。れをね。窓開けろよって話なんだけどね。これ教室に走り回ってバンバンしてるんですか？ お姉さんは上履きじゃなく靴下のまま掃除をしている。ああ、まあ、変わっジャてパるニーズスね。タイル。まあ、そうだ、そうか、そうだよね。窓を見ると上履きではなくスリッパが一足干されていた。どういう状況？わからん。なんだこれ。こんなのありえないだろう。俺は目を疑った。一目で状況が分かった。彼女に聞くまでもない。俺も手伝いますよ。いえ、手伝います。そう言って俺は転がったバケツから雑巾を絞って取り出し、お姉さんと一緒に床の水を拭き取った。俺には疑問でならなかった。俺の前ではあんなに楽しそうにしていたお姉さん。どうしてこんな目に遭わなくてはいけないのだろうか。うつろな彼女の瞳。俺は悔しくて仕方なかった。随嫌い分嫌いだっ嫌い。たな。二人で協力したおかげで教室は20分もしないうちに綺麗に片付いた。手伝ってもらっちゃって。先生に言おうぜ。先生に言う、先先生！チョークー！そこまでひどい状況だったらね、言えばなんとかなるような気もしますけど。そうですね。てか、絶対周りの人間いたらね、気づくよね、こんなのね。ねえ、いいんですよ。気がついちゃったと思うけど、私、学校では孤立しちゃってるんだ。まあ、孤立っていうか、ね、ねえ。いじめの類ですけど。そうですね。そうなんですね。お姉さんは綺麗ですよ。汚そいうのは教室の奴でらの心です。怖いんです。優雅くんはほっといていいんだから大丈夫です。お姉さんは変じゃないです。変なのは太郎だけです。ね。あ？聞き捨て放っならておねえけるわな。けないじゃないですか。
待って、なんか俺テンション間違ってる。いや、わかんねえ。私にもわかんねえ。ごめん、なんかもう、俺ら実況に向いてないから。向いてないわ。バカゲーやるのびたもんだって。本当にそう。もう申し訳なくなってきた。悔しいですよ、お姉さんがこんな目に遭ってるなんて。まあね、仕方ないことをしたのであれば、まあ、あれですけど、メタルゲームしてたのかな、うん、で金がね足りなくなって周りの人間にどんどん金借りてたのか、うん、そんな変なやつだったら太郎だけですね。は引き捨てならねえな。仕方なくなんかないなあお姉さん。なあお姉さんってなんでお姉さん呼びなんすか。名前知ってんのにな。ねえ、まなみさんかまなみ先輩か先輩じゃないですか。うん、お姉さんって呼びます。変だよねこの人。うん、まあ太郎さんに言われると心外だと思うんですけど。なんで私が変なやつだって言われてんの。そこが分かんないんだよな。俺はあなたの味方だから。あ、そう言ってみたいですね。うん、言うだけ。あら、泣いちゃったよ。泣いちゃった。泣いちゃった。あ、泣かせた、泣かせた。絶対テンション間違ってる。うん、あなたと出会ってまだそんなに経ってない。でも、俺はお姉さんの味方なんだ。泣き崩れるお姉さん。俺はそっと彼女を抱きしめました。抱きしめました。うわ、やりやがったこいつ。やった、やりやがったな。お姉さんにはきっと俺がいないといけないんだ。何言ってんだこいつは。ごめんなさいね太郎さん、なんか先に僕が抱きついちゃって。いや別に関係ねえけどよ。上条東馬くんだからよこいつはよ。イマジンブレイカーしないでください。帰りの支度をして二人で校門までやってきた。今日はありがとうね。いやもう全然いいんですよ。なんか辛いことがあったら俺に言ってください。ギャッフォイ。ギャッフォイ。かわいい。ウェイ。あ、ここで渡します。連絡先。いやこれ断るやついますよ太郎さん。これはね、ちょっとね、あれだよね、卑怯だよね。いや、なんか僕も今同じ感想を持っちゃいました。ありがとう。まあ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 、受け取りますよ、それ。ゆうがくんは、この後帰っちゃうの？帰るよ。一緒に駅に行かないって思ってたんだけど。おっと。ホタルちゃんと約束してんだぞ、お前。俺はこの後、ホタルと勉強会をする約束がある。うん。期末テストを間近に迫っていることを考えると、このままお姉さんについていくべきじゃないことは明らかだった。だがしかし、あんなお姉さんを見てしまった以上、このまま帰ることがむしろお姉さんを傷つけるのかもと思わずにはいられない。三人で勉強すればどうでしょうか。ホタルちゃん的には何よその女ってなるよね。そんなになる。なるんじゃない？考えすぎかもしれないけど。まあね、でも事情が事情ですからね。で、今日はお姉さんと別れた後でもできると思うんで、今日は一緒に駅に行かせてください。ああ、ホタルちゃん。優雅くんがそう言うなら、行こっか。優雅くんがそう言うならって。ああ。だいぶ寄せられた感はあるけど。うん、どうやら喜んでるようだった。まあ喜んでるならいいでしょう。まあね、でも連絡ぐらいは入れとけよ。まあそれはそう、うん、でもさすがに一声かけておくべきだから、タイミングを見計らったら謝っておこう。今連絡しろよって。そうだな。もう待ってるぞ多分。だいぶだって掃除で20分かかってますからね。うんうんうん。駅に着く頃には、空は真っ赤に染まっていた。え、だって自分の教室の掃除して、さらにそっからまなみ先輩の掃除してますからね。うん、いやだから、教室を見回ってるタイミングぐらいで、多分もうホタルちゃん、優雅くんまだかなっつって、待ってるんじゃない？ねえ。うん。
お？とノイズが走りましたが、特にムービーはないか。この間と同じゲームセンターへ足を運ぶ。ゲーセン行ってますよ、太郎さん。テスト期間によ。テスト期間なのにゲーセン行くのか。まあ、行くけど。トイレ行ってくるから、荷物見ててくれない？おう。いいですよ。俺今一字一句同じこと言いましたね。マジで文字見ないで言う。シンクロしてるね。シンクロですね。俺はその辺の柱にもたれかかる。自分のカバンからスマホを取り出そう。あまり開いたことのないライム。ライム。を起動する。いいんですかね。おたらごめん。今日ちょっと用事があるから勉強会は一人でやってくれ。後でなんかおごるから。ラインにしたんですね。するとすぐに既読がついた。たすぐにですよ。うん。あ、怖い。今どこで何をしてるの？怖いねー。怖いよ。これどうしたのとかじゃないんですね、うん。どこで何をしてるのなんですね。うん。いや、女の勘ってね、怖いね。あー、怖い怖い怖い。怖いね。まあ、そう来るのは当然だよな、言うてますけど。当然かな。うん。あ、いいけど、どうしたとかじゃないんですよ。うん。あ、そうだよね、普通。うん。じゃあ、今度ラーメンおごれようで済むよね。ねえ。さあ、そして、まあ、これも一応上選んどきますね。うん、ああ、その前にセーブしとこう。そうだね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。友達の話を聞いてる。ふーん、そうなんだ。友達いないのバレてんだろうけどね。うん、そんな理由で私の約束ってなかったことにされちゃうんだ、ね。あ、怖い、怒ってる。あ、怖い、怖い怖い怖い。やだ。太郎に今すぐバトンパスしたよ。やだ。というか、ゆうくんに私以外の知り合いっていたんだ。失礼だけど、正論。文面から怒ってることが伝わる。ごめん、ごめん。軽いな。ごめんは一回。後でお詫びちゃんとするから。ヘペロ。これは殴られても仕方ない。かっこ俺か。するとお姉さんが戻ってきた。なんとなくお姉さんに女の子と会話してるのを見られたくなくて、そっと携帯をカバンにしまった。浮気症かよ。別に良くない、女の子とライムするぐらい。うん。それじゃあ、メダル受け取りに行ってくるね。そう言ってお姉さんは受付の方へ行った。しばらくすると溢れるほどのメダルの山を手に抱えたお姉さんは戻ってきた。お姉さん、どんだけメダル買ったんですか？ん？ああ、これはほとんど自分で稼いだんだよ。俺ちょっとマナミ先輩とスロット行ってくるわ。ああ、マジか。私も行きたいわ。あなたはホタルちゃん担当なんで。いや、そうっすか。もうお金がね、やっぱ重要だよね。私、メダルゲームぐらいしか取り柄ないんだけどね。あと勉強も。絶対そんな、うん、言うほどの、まあね、特技ではない。うん、20位。20位。これもメダルを買いに行ってきますね。いやいや、使わせてもらえよ、それは。そうだよ。その山ほどメダルあるんだったらです、ね、うん、え、いいんですか？いいんですか？そんな悪いですよ。いや、仕方ないね。そのただでもらうのはなんだか尺なんで。尺尺で合ってるよね、読み方。尺だよ、多分。うん、なんでちょっと腹立ってんのこれ。わかんねえ。で、条件と。はい。なんですか。タロさん、これ、条件って言うんですか？言わねえけど。あ、言った。言った言った。いや、もう俺、シンクロしてきてるね。俺今、まなみ先輩とデートしてるんで。なるほど。じゃあ、カズを殴りに行けばね、この優雅っていうクソ野郎を殴りに行けるんだろ。いいじゃん。私だって、
優雅くんに先輩風吹かしたい時もあるんだ。メダルおごってもらってなんか先輩風言われても、まあそうですね、そうですか。空いてる台を見つけて隣り合って座った。一昨日も同じように隣り合って座ったのになんだか感じ方が違う、うん、前に比べてお姉さんと心の距離が近いからだか。何言ってんだこいつはよ。いや物理的にも近い気もする。よしぶん殴ろう。俺は左、お姉さんは右のシューターを使う。じゃーら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 。台の中央に放つメダルの数よりも明らかに排出されるメダルの方が多かった。マジでうまいんだな。メダルゲーム上手だね。いやいやいや、そんなことないですよ。外してたのにな。太郎さん、なんかイチャついてます。あ、そう。あ、そう。じゃある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 。メダルゲームってこんなに楽しかったんだ。誰かと来た時はそんなことなかったのに。うわ最低、クソ野郎、クズ。ダメだわ。いや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 、これはだってこの文章ってそういうことじゃないですか。まあそうですね、うん、やっぱね、カズとユウがシンクロしてるだけあってな。ああ、いやいや、俺は思ってないですよ。俺はもうメダルゲームなんか別にメダル出てこなくても楽しいですからね。あ、そうか、こんな可愛い子たちと行けば。あ、まあそうですよね。うん、投入した1枚のメダルが他のメダルを押しなきゃ落とす。メダル同士の接触、効力、それは勘で分かってしまう不思議な感覚。なんかカイジみたいになってきてる。ザバザバ、メダル同士の接触、効力、それが勘で分かってしまう不思議な感覚。まだこんなことがあっただろうか。俺は時間を忘れて引き込まれていった。なんかでもこれはさすがになんかあれですね、ホタルちゃんと先に約束してたのをほっぽいて、うん、先輩とメダルゲームデートはね、うん、もうちょっと人間を疑うよね。人間性じゃなくて人間を疑うよね。いや、なんか俺てっきり駅まで送っていくみたいなそういうノリだと思ったんですけど、うん、はい、がっつりデートするんですね。そうですね。え、もうその時間ですか。あら、断した。うん、楽しそうにゲームしてるから別にいいかなって勝手に思っちゃってたよ。まあ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 いいんでしょう。ま、別に大丈夫ですよ。そうならよかった。そろそろ帰ろっか。帰ろう帰ろう。うん、はい。夢中になって忘れていたが、そういえば期末テストが近いんだったよな。そうだぞ。メダルゲームやる前には絶対気づいてたからね、これ。うん、小樽はちゃんと勉強してるのだろうか。お姉さんが受付にメダルを預けている間に LINE を見る。見てなかったんかい。怖いよ。大丈夫か、大丈夫か。既読。あ、怖い。小樽既読だけで返信はしていないようだった。いやー、ホタルには悪いことしたね。本当だよ。いやでもなんか、うん、なんか変な文章来なくてまだ助かったみたいなところはあるから。まあ、いち早く謝りに、うん。そうですね。仮にお菓子を買っていこう。うん。何してるの？なんすかこの幸せな板挟みは。幸せなのかこれは。私は普通に怖いけど。やだよ。もうやだ。怖いっすか。こういうの嫌なの、もう本当。メダルを預け終わったお姉さんが俺のスマホを覗こうとする。怖い、やめて、見ないで。なんでも長いです。いやこれなんか隠すから、うん、なんか変な感じになっちゃってるけど。そうだね。別にね。うん。さては彼女かな。そうだよ。そうなんだ。そんな俺恋人なんて生まれてから一度も見たことないですよ。実は私も恋人できたことないんだ。え、じゃあお互い初めてに。あ、気持ち悪い。あ、気持ち悪い。おかしいな、そういう文章は出てこなかった。人の俺にユウくんという言葉が浮かぶ。ユウくんって人は違うんですか。え、ユウくんは単なるメダルゲーム仲間だよ。
メダルゲーム仲間。はあ、あんま聞いたことないタコ。うん。そうっすか。うん。じゃあ、帰ろっか。OK、Go home。俺とお姉さんはそのまま外へと向かう。もう夜だから外は暗いはずなのに、駅の近くは街灯で明るかった。うん。まあいいでしょう。いえ、俺は楽しかったんで良かったです。それなら良かった。にっこり微笑むお姉さん。お姉さんこそ元気になりましたか。うん。あら可愛い。はあ。今日の放課後を思い出す。悲しそうな顔をしていたお姉さんが今はこんな笑顔を見せてくれる。なんかいきなり BGM 止まんのやめてほしいんですけど。怖いね。いや、こっからが怖いでしょ。駅から遠ざかるにつれて、だんだんと明かりが少なくなっていく。ポツンポツンと小さな電灯が前から後ろへとゆっくりと流れていく。私ね、実は ADD なんだ。何の略ですか、太郎さん、ADD って。ADHD なら聞いたことあるけど、ADD は知らん。ADD。AD のディレクターなのかな。ややこしい。そんな職業あります。どういう流れで。そう。ADD。よいしょ。突然出てきた横道に俺は首をかしげる。うん。ADD なんて言っても普通は知っているわけないよね。まあそうですね。うん。ADD ですか。それは一体。注意欠陥障害って言うんだけどね。実は私他の人みたいにうまく生活ができないんだよね。へえ。まあ ADHD みたいな。うん。まあ若干それに似てるなみたいな話が出ましたけど、うんうん、まあそういった類ですかね。そうですね。言ってる言葉の意味がよくわからない、分かってないみたいです。うん。お姉さんは別に普通だと思いますけど。みんな最初はそう思って私に接してくれるんだよね。ああ、はあ。ゆうがくんの言う通り、私は見た目は普通だし、話しててもトンチンカンなことは言ってない。うん、はあ。でもね、なんていうのかわからないけど、みんなよりものろまだし、空気が読めないんだ。まあ、私も空気が読めないよ。ADD かもしれないね。空気を読めないよ。全くわかんない。あの、何、あのさ、教室のさ、なんか自分だけ知らないんだよ。そういう状況さ。やっと言われて気づくって、わかんないよね、ほんとね。怖いね。今、何が面白いって、二人同時に。うん。それ私とか言ってた。ADD 同時に言いましたけど。ねえ。まあ私もだからね、こんだけ美少女になれる可能性があるってことだよね。うん。ちょっとね、なろうかな、美少女に。ごめんねえや。は？そう、なんですか。実感があまり湧かなかった。まあ、今はまだ会ってから、日も浅いしね。うん。うん、もし変だと思ったら私のこと避けてもいいよ。いやいや、そんなことしないっすよ。避けてもっていうより、まずホトルちゃんを優先しろよ。おい。やっぱ俺の方が優雅くんとのシンクロ率は高いっす。あ、殴りに行こう。ホタルちゃんとホタルちゃん優先。いやいや、ホタルちゃんも大事ですけど、それ。うわ、第一優先が2人いるんだ。確かにお姉さんとはまだ数日の付き合いですよ。でも俺はお姉さんとこれからも関係を続けていきたい。あ、関係っていうか別に仲良くとかでいいんじゃない。なんなんだろうな、こいつは本当によ。な、本当カズってなんなんだろうな。いやいや、シンクロしてない部分今言いますから。そんな反応されたらこっちだって照れちゃいます。気持ち悪いな、もう通報だわ。やられてー、うんうん、そんなこと。まあ、かわいい、かわいいって。かわいい。あの子がかわいいっすよって。そうっすねー。
おっと。だから、はい、だって誰のことを言ってるんですかそれ。ホタルちゃんね、あれは彼女だろう。あれは あ、もう、もう、もはや、もはや彼女カウントしてました。もしかして。うん、そう、そうだろう。ねえ。いきなり何ですか、さっきも言いましたけど、いません。お姉様にっこり応援だ。ふとお姉様立ち止まる。今日はここまでだね。私はあっちだから、気をつけて帰ってね。はい。はい。待ってください。お、呼び止めた。お？ん？ん？コンビニでお菓子を買っていくんで、そこまで一緒に行っていいですか？えへへ。そっか。いいよ。お前ら好きだよ、もう。もう、もうなんでこういうことになるかな、ほんと。だから嫌なんだよ。タラさんのダメージが深刻になってきました。こういうのが嫌だからさ、恋愛も嫌なんだよ、もう。予期せぬところで。いや、今回なんかそんなはずじゃなかったんですけど、なんか太郎さんにやらせたパートよりダメージ数は多いんじゃないですか、もしかして。いや、なんでホラーみたいな回避するっていうから、じゃあ数やれよって言った。何？どういうこと？いやいやいや、爆発しちゃう、太郎さん。爆発はしてねえけどよ。ああ。なるほど。俺はお姉さんと一緒にコンビニまで向かう。これ太郎さんダメージ大丈夫っすか？やめていい？やめていいか？ダメです。いやダメですよ。もういいじゃん。こうね、立ち話をね、カズと福北太郎でやってるけど、別に単発でやってもいいんだよ、片方が。ねえ、カズがやればいいんじゃない？いやこれしっかりこの美人の先輩とのこのイチャイチャ青春しっかり目の当たりにしてください。ああそう。俺もお姉さんといると楽しいです。ぜひ自分のこと紹介、そんなこと、そんなこと言ってないだろ。出ましたけど、俺はそんなの気にしませんから。いつだってお姉さんの味方です。そっか。嬉しい。優雅くんのこと、信じるよ。はい。本当にいいのか信じてこんなやつ。ちゃちゃ入れないとやっていけない。爆発しちゃうから、太郎さん。あっという間にコンビニ着き、俺とお姉さんは別れた。手を振るお姉さんに俺も手を振り返す。これも習慣になりつつある。お姉さんが歩き出すのを見届けてコンビニに入った。コンビニではホッキーの他に、昨日お姉さんに分けてもらったミルクケーキを買った。ミルクケーキは自分の分にするとして、ホッキーはホタルにお詫びとしてあげよう。もしかしたらまだ勉強してるかもだから、そしたら差し入れか。俺も帰ったら勉強しなきゃな。帰るの怖いよ、こんなの。やだー、もう。しっかり同じアパートですから、太郎さん。いや、怖いとか言ってるんですけど、太郎さんの彼女ですからね。あ、そうでしたね。あ、そうでしたよ。2階を見る。あれ？立ってる？違うか。俺の住んでる201号室の隣。202号室に明かりはついていなかった。まだ19時ぐらいだぞ。もう早寝なんじゃない？ホタル寝てしまったのか？ねえ。怖い。怖いよ。やだ。もうやだ。こんな怖い6文字あります？こんな怖い6文字俺あんま聞いたことないですけど。そうだね。ねえ、ゆうくんですよ。怖いわー。この世にある言葉で一番怖い6文字。押せないんですけど、次の文字が。やめようか、もう。怖い、怖いよ。まあ、行きましょうか。あって。ねえ、ゆうくん。なんか目死んでません？目死んでるね。ちょ、BGM やめてほしいんですけど。やだ、怖いよー、やめてー。やめて、何？いや。何って LINE でね。うん。お、ホタル、どうしてここに行って。まあ、アパートの前。うん。そんな、駅で会ったわけじゃないからな。ホテル出てきたところを見られたわけじゃないんだから。うわぁ、怖い。タラさん、どうでもいいっすよ。そっか。
今これ全部太郎さんに言われてますから、ね、僕関係ない。いや、シンクロ率高いの数だろ。ふざけんなよ。いや、それはあれですよ、まなみ先輩ついるとき。いや、そんなことないって。私今やってないもんだって。あ、まあ、この、ホタルちゃんを押し付け合うと良くないです。そうですね。怖くなった瞬間に。何をしていたの？さあ、これも、まあ一応、上を選んで、ね。セーブしといた方がいいんじゃない？あ、そうですね。だって今、もし、色、赤くなってたよ。文字の色っていうか、あれが。今まで水色だったのに。いや、そんなまさか。いやー。タロさん、これ、どっちも赤いんですけど。いやーだー、怖いってー。どうすんの、これ。なんでこんな僕、レタスとか胡椒みたいな、こんな選択肢ないような問題しか出されないんですか。いやー、まあ、人格だよね。人徳っていうのねえ、パチンコだとピンキーやつなんだけど。いやー、そうだね、赤はね。いや、虹色に光るかもしんない、これが。もう、この、ちょっと用事があったんだって言った瞬間、なんで笑ってるんですか、やだー、怖いよ。怖いよ。ちょっと用事があったんだ。へえ、そう。それって私との勉強会を断ってまでしないといけない用事なのかな。ホタルちゃん割とあれだね、執着心強いっていうか、メンヘラ気質だね。まあ、それは、ごめん。私知ってるんだ。ああ、見てた。ユウくんが女の人と駅でデートしてた。見てた、怖い。太郎さん。はい。彼女なんか言ってますけど。いや、彼女じゃねえよ。私の彼女じゃねえよ。いや。上条東馬くんの彼女なんでね、今のカズの彼女ですよ。なんとかしてください、彼女なんだから。おかしいなぁ。ちょっとイマジンブレイカー使えないですから。え？ホタル、まさか見てたのか。うわ、機嫌場見られた。どうでもいいらしい。どうでもいいんだ。私はどうしてユウくんがあんな女と一緒にいたのか聞いてるんだよ。あんな女やっぱり言ってるじゃん。あんな女言うてる太郎さん、これ怖い。彼女の悩みを聞いてたんだ。へえ、マナミの悩みを聞いてたんだ。どういう関係？どういう関係なんすか。マナミに言うてる。姉さんの名前を知ってるのか。当然でしょ。だって私はいつもユウくんと一緒にいるんだから。答えになってない。わかんないよ。答えになってないよ。一番怖いからこれ。身の毛がよだつの感じだ。まあまあさすがにここまで来るとちょっと身の毛よだちますよね。そうですね。それって言ってと、もう聞くな、あんまり。もう帰れよ、早く。帰っても隣とか下とかだよ。やだー。そのまんまの意味だよ。そのまんま。ゆうくん、悪いことは言わないから、まなみと会うのやめて。それ、理由だけ、聞かせてもらってもいいですか。そうですね。どうして会っちゃいけないんでしょう。あいつはゆうくんを不幸にする。間違いなく。あの、さっきから答えじゃないんですけど、全部怖いんですよ。怖いねー。どういうことこんな、答えじゃないんですけど、怖いんですよ。そんなの、わからないじゃないか。いきなり、えなりかずきできましたよ。こんなこと言ったってしょうがないじゃないか。血は喧嘩か。ね、アパートの前で。なんで笑ってんすか。怖いんすけど。ちょっと一旦怒るのはいいんですよ別にね。勉強会ほっぽらかしたのもまあ、ね、そんな正当な理由かって言われたらあれなんですけど。まあ、そうですね。ただ怒ってる顔してもらって。うん。いつものホタルじゃない何かを感じた。な。どうしちゃったんだよ。私は普通だよ。普通じゃないの。
ほう。本当はいつも通り私と勉強会をするはずだったんだ。ほう。ほう。それをあいつが邪魔した。あいつとかあの女とかマナミとか。いやー怖いねー。怖いね。怖い。私よりもあいつを優先するの？まあ事実として優先してたよね。してたね。言い逃れできない。ホタルは間違いなく怒ってる。それはホタルと先に約束をしていたのに破ってしまった俺のせいに他ならない。いやその次元じゃなくない？ここは俺が引くべきなんだろう。ホタル悪かったよ。そこまで一緒に勉強会がしたいとは思わなかったんだ。ホタルのことをもっと考えるべきだったかもしれない。そうだぞ。うん。まあね。刺され怒り方が怖い。怒り方が怖いだけで別になんか、うん、悪いのは優雅っちゃ優雅。いやそうなんだよね。悪いのはこっちなんだよ。うん。やりようはあったかなっては思いますけど。うん。ホタルの言う通りなんだかんだホタルは俺のこと大切に思ってくれてるもんだ。悪かった。だから許して。やった光戻った。やった助かった。死ぬかと思った、死ぬかと思った。絶対刺される流れだったじゃん今。刺される流れだったな。ごめんなさい。あのホタルが謝んだよ。悪いのは俺じゃないか。その通りだよ。ユウ君を責め立てるつもりじゃなかったの。そのごめん。まあね。いや俺も悪かった。負けはお互いに許すってことにして、これからお互い気をつけるってことでどうかな。そうだね。なんか目が怖い。ユウ君は。なんか今一瞬。私もユウ君といる約束は守るよ。なんか今一瞬、目がで消えてませんでした。そうですね。気のせいだよ。そんなね。そんなまばたきの間に光消えるわけない。そうですね。光って自在に操れましたっけ、うん、いや無理無理無理。環境要因がねあれするからね。今光ってたのに消えることなんだかないから、うん、うん。なんだかよくわからない勘違いをされた気がしたが、納得した彼女の神経を今更逆なでるような真似はできなかった、うん、そういえばほれお菓子このタイミングで渡せるんだ、すごいな。そう言ってホッキーに入ったビニール袋を彼女の目の前にぶら下げた。なあ、ホタル。もう夜になっちゃったけどさ、今から少しだけでも勉強会しないか。このお菓子を食べながらでもさ、どう？うん、ね、放課後は、はい、美人な女の先輩とゲームセンター行って買い物して、帰ってきたら、幼馴染の可愛い女の子と勉強会ですよ、太郎さん。はぁ、クソ野郎。クソ野郎。部屋に入ると俺はすぐさま勉強道具を開いた。ホタルもそんな俺を見るなり黙って勉強をし始めた。無言のまま1時間が経過する。俺は別に勉強に集中していたわけではなかったが、ただなんというかホタルと話すことに少しばかり不安を感じていた。このまま時が過ぎるの、あとそう思っていた時だった。うん。ゆうくん。なんでしょう。うん。太郎が口を開いた。ゆうくん、あのね、さっきはその、怒っちゃってごめん。いいですよ。まあね。うん、別に。大丈夫だ。俺はもう気にしてない。そっか。ならいいんだけど、私ね、最近ちょっとおかしいんだ。はあ。はあ。え？ユウくんが私のいないところで女の人といると、なんだか心がモヤモヤしちゃうの。おっと。この言葉とこの雰囲気とこの BGM はもう確定演出ということよろしいですか、これ。虹色に光ってるよ。虹色来たよ。実はね、おとといユウくんがマナミと歩いてるの見ちゃったんだ。ああ、今日だけじゃない。ここでもでもマナミって言うんだね、やっぱり。マナミ先輩でもない。うん。なんで呼び捨てかお姉さんなの、二人とも。え？たまたまだった。たまたまお店の外を見たら、ユウくんが流
長い髪の女性と歩いてるのに気がついちゃったんだ。たまたまね。たまたまか。なんだか心がざわついた。いつも一緒にいるユウくんが誰かに取られちゃうんじゃないかってそう思ったの。ね、逆ネトリパターンっすね。それはまだ許せる。普通のネトリパターン許せん。うん、ぶち殺す。ホタル。どうしたらいいかわからなくなっちゃって、私ユウくんを家に誘うしかないって思ったの。なるほどね。勉強会ってそういう流れだったんですか。本当は不安だった。だけどユウくんが他の女に取られるくらいならマシじゃないかって思ったんだ。うまい。あ、じゃあ付き合えよ。ユウくんは昨日もあの女に会っていた。あの女。とりあえずあの女呼びやめません。まなみ先輩に統一してもらうんです二人とも。え、違和感がすごいんで。そうだね。昨日も見てたのか。やっぱりそうだったんだね。見てはいないんだ。あ、鎌かけられたか。鎌かけられたけど。てか毎日会ってるみたいじゃないですかね。でも、ユウくんがマナミに会ってるのは、だいたい察しがついたよ。ちょっと怖いんで、本当に呼び捨てだけやめていただいて。怖いなぁ。かまぼこかけた。女綺麗に引っかかるやつも、まあ、まあね。昨日ユウくんが買ってきたお菓子の袋に、一つだけホッキーじゃないお菓子の袋を見つけたんだ。お前処理が甘いんだよ。ほんと爪が甘いな。何やってんだよ。なんで蓋また進めてんだよお前。いやクソかよ。あ、どう思い出す。お姉さんからもらったミルクケーキ。実は昨日部屋の掃除は1時間もかからずに終わって、ちょっと余裕があったんだ。だからユウくんの部屋をピンポンしたんだけど誰もいなくて、やっぱり昨日もマナミに会ってた。いやでも昨日は別にたまたまですよね、あれは。たまたまだね。うん、うん、言うて、うん、ああ、怖いよ。うんって言うから、怖いよ。って言うから、違う、昨日は違う、ホタルちゃんのためにお菓子を買いに行った先でたまたま出会った、うん、そうだよ言わないで、ただうんって言うから。こんな怖い一文字あります。いや、なんかやっぱりさ、言葉選びが下手だよね、はい、こいつなんか。いや、怖いわこの一文字。こんなちっちゃい通が怖いことないよ。はあ。ユウくんはさ、好きな人いないんだよね。タロさんはこれでって答えます。いいな、お前のことが好きだっつ。ああ、もうここで言います。ここで、ね、もう この場をどうにかするにはね、こうするしかない。それはしのいでるのか。さて、俺は昨日のことを思い出す。いないけど。じゃあさ、私と付き合ってよ。やっぱレインボーでしたね。レインボーだったね。確定演出でした。うん、私気づいたんだ。いや、気づかないふりをしていただけだったのかもしれない。できれば目の光をもうちょっと上げていただいて、そして、うん、もうちょっと顔を染めていただけると。そうだね。これ怖いよ。この状況の告白めちゃくちゃ怖いよ。あ、こんな可愛い子から告白されてそんなに嬉しくないことありますよ、今。私は、ゆうくんのことが好き。ああ、いいです。あ、そういう感じで来てください。ここだけ見るとギャル系だね。あ、ここだけ見るとギャル系です。うん、ああ、そう、そういう感じ、そういう感じで。そうですね、はい。昨日もあの女に会ってたのからの流れで、あんまりそういう言葉を言ってほしくなかった。いや、前のことはもう忘れよう。ね。前を見て、生きていこう。うん。ちょっとこの画面だけ見て、今から始めます。そうですね。あ、嬉しい、嬉しい、嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。うん。ふぇー言うで。ふぇー。タロウとシンクロ率高いな、これは。タロウじゃないんだけどね、今はね、カズなんだよ。あ、ホタルは俺のことが好きだったのか。なんこれ。あるだろう。レインボー言うといて。
そんな素振り今まで見せたことあったか、だいぶあったろ。あったね。うん。たくさんあるじゃないか。そうだよ。今さら？今さらですよ。一緒に登下校するのもそう、一緒に朝ごはんを食べるのもそう、家で一緒に勉強するのもそう。ホタルはいつも俺のそばにいて、それが当たり前だと思っていた。でも違ったんだ。今までのあれは全部俺のことが好きだったから。腹立つな。腹立つ、こいつさ、ぼっちで友達いないくせにさ、なんでこんな可愛い子がさ、好きになってくれるわけ？ありえなくない？いや、ごめんなさい、腹立つポイントそこじゃないんですけど、僕。あ、そう。全部俺が好きだったんだ、みたいなナレーションが腹立つ。それはね、気持ち悪い。いや、だからさ、なんなのこのぼっちはさ、いい加減にしろよ。いや、だからさ、リア充に対する腹立ちじゃないですか。うん、いやどうして俺なんかが好きなんだ。そんなの、わかんないよ。気がついたら好きになってたんだもん。タラさん、どうですか、ダメージの方は。やめよう、もう。寝ていいか。ちょっと、もう一回二度にしたくなってきた。ダメです。マナミと一緒にいるユウくんを見ると、胸が苦しくなるの。先輩をつけるだけでだいぶ違うと思うな、そうね、俺は。そうですね。マナミって言うとね、もう完全になんか怖いんだよな。あ、なんか言葉から、ハイライトが消えるというか。ユウくんが私と付き合ってくれなかったら、私、もうユウくんとは一緒にいられる気がしない。まあそうだね。まあそうだね。うん、ユウくんが私から離れていっちゃうって思うと苦しくて。ねえ、ユウくん。なんでございましょう。はい。ユウくんは私のこと好き？はい。答えを聞かれてますね。はい。俺は、ホタルと過ごした日々。当たり前のように流れていたそれらが幸せな日々だったことに違いはない。俺はホタルといる生活が好きだったんだ。でもそれは果たしてホタルの言う好きと同じだろうか。いや、なんかいろいろごちゃごちゃ考えてますよ、この人。何言ってんだ、こいつ。もう、お前、ほんとにさ、男だろ、だったらもうさっさと、いや、言いました。はい。ああ、言った。よかった。はい。はい。これは、うん。あれ？お？なんだ？おい、お前、ほんとそういうところだよ。なんなの、マジで。いい加減にしろよ。何？なんなの？だけどそれがホタルの言うような恋愛感情かって言われるとわからないんだ。いやー、ほんと。だって俺たちいつも一緒にいたじゃないか。ほな、ええやないか。別に。そんないきなり恋愛感情で好きって言われてもわかんない。いやー、違うんだ。だからこういうの嫌なんだよな。違う、男見せろよ。なんで お前には絶対グレンラガンは動かせねえ。動かさないし、誰も。あ、こんなやつはグレンラガン動かせねえよ。あ、でもホタルは俺が付き合わないともう一緒に行ってくれないんでしょ。なんなのこいつ、本当に気持ち悪いな。俺は確かになんかあんまりいい答えではないというか。いや、クソ野郎だわ、ね、本当。好きじゃないけどなんか一緒に行ってくれないならしょうがないから付き合うよみたいなスタンスはなんかあれですね。マジで人間として終わってる。はい。うん。気違い。だったら付き合おう。いや、それで一緒にいられるなら俺はそれでいい。何だったらって。ふざけんなよ、お前、ほんとに。これは、確かにひどいっすね。うん。でもごめん。俺はまだほとんど。いや、お前、マジで。ちょっと死ねよ。いやー、あれ？そうなるよ。たぶんさん、光消えました。いやー、マジでやだ、ほんとこいつ。こういう主人公一番嫌い、死ねえわ、マジで、ほんとに。ありえねえわ。そっか、わかったよ。ごめんなさい、なんかそっか、わかったよが、めちゃめちゃ怖いんですけど。いやー、でも仕方ない。これはもう一回刺されるべきだと思う。ちょっと反省してもらおうぜ。なんでここに来て、ホタルちゃんとシンクロしてんのか、太郎さん。いや、あんまそっちだとシンクロしないでもらえます。そうだったね。ああ、これからユウくん落としていけばいいよね。ああ、奈落の底にですか。ああ、コインですか。それによってだいぶ違うんですけど。そうですね、意味合いがね。うん。にっこりとホタルは微笑んだ。はあ。ああ。
戻った自室に、うん、俺は仰向けになってぼーっとしていた。その言葉が脳内を駆け巡る。ホタルは俺のことが好きで、だからこそ悩んでたんだろう。俺はホタルのことをちゃんと見ていなかったのかもしれないな。なんだか疲れた。寝るか。寝ました、太郎さん。私ももう寝たいわ。え？え？二人で、え？いやいや、このタイミングでのピンポンはさすがに予想外すぎましたね。怖い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 、まあ高いでしょ多分。いや頼んだの忘れてたんだよ。ああ、うん、はい、あっていうかもうあれから時間経って朝になってるんですよこれ。朝になってんだかなもしかして。うん、はいはいはい、ごめんなさいごめんなさい、僕なんか寝てすぐだとちょっと勘違いしちゃった。いや私もそう思った。ええっつって高いかっつって、おい待て今何時朝だ。おう、あ朝ですね。斜め下と真下の針 C30 分。やばい、今行きまーす。言うて。ゆうくんおはよう。怖い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 。もうちょっとなんか綺麗におはよう言ってくんないかな、ホタルちゃん。おはようホタル。もう何回もピンポンしたんだよ。なんか目からハイライト消えるとこんなにも怖いものなんですね。怖いね。なんで BGM はさ日常なんだろうね。ごめん。お寝坊さん目。怖いって怖いって。一時怖いって。ほら私も手伝うから早く支度して。手伝うから。手伝う。何よ、私たち付き合ってるんだから当然でしょ。当然言い始めましただろうと。なるほどですね。ああ恥ずかしいからいつも通り下で待ってて。はいはい、早くしてよね。あっさり引いてくれるんですね、うん、そこは。これ急がなきゃだな。今日は珍しく自分で起きることができなかった。つい最近までは何度も悪夢で起きていたが、今日はなぜだか見なかった。悪夢を見なくて済んだのは良いことなのかもしれないが、こうして寝坊してしまったとなると見ても良かったと思ってしまう。俺は急いで授業の荷物をカバンに詰め、制服を着るとホダルのいるアパートの下に降りた。お待たせ。ゆうくん遅いよ。最近は早く起きられてたのにどうしちゃったの？怖いよ怖いよ。でも昨日のせいだよね。昨日のせいだよそりゃ。昨日のせい。二人納得の昨日のせい。アラームは一応かけてたんだけどさ、無意識のうちに消したのかわかんないけど気がつかなかった。アラームかけてるのに起きれないって、ゆうくんやっぱりだらしないね。まあ、あの、ずっと目閉じて、目閉じてて。どうなってたと思う？どうなってたんですか、太郎さん。刺されてたかな。遅刻してたんじゃないですかね。遅刻で会ってくれって感じですか、うん、遅刻だろって聞いてますけど。うん。そうだよ、遅刻。なんで2回言うんですか？怖いんですけど。怖いね。ゆうくんは私がいないとダメ人間になっちゃうんだから。ダメ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 人間、ダメ人間、人間。いやいやいや、これ、これ、はい、太郎さんが、太郎さんが。ああ。もう発生してます。はい。本当かな？本当でございます。はい。としてえい。え？刺された？この、この演技は何ですか？え？刺されたよね、今。死んだ？おお、びっくりした、びっくりした、びっくりした。ああ、よかったよかった。はいはいはい。そっちならそっちなら。ああ、よかったよかった。割とマジで刺されたかと思ったけど。ちょっと、ホタルさん、何をしてらっしゃるんですか？罰として、今日は手をつないで学校まで行ってもらいます。だから、ハイライトありで言ってほしかった。そうですね。ホタル、これは手をつないでいるというか、組んでるんちゃう。確かにホタルは絡めた腕の先で俺と手を恋人つなぎをしている。うん。太郎さん。はい。どうですかダメージの方。いや、なんか深刻。気持ち悪い。ついに深刻というワード。本当にこれは深刻なんだろうな。罰ゲームなんだから仕方ないでしょ。いや、
や、今私もじゃあお金払ってちょっとそういうことしてこようかな。かわいそう。こんなことして恥ずかしくない。恥ずかしい。怖いってだから。全然恥ずかしそうじゃねえじゃん。でもゆうくんにこうしてくっついていられるなら別にいいかなーなんて。あ、この表情ならいいんですよ別に。あ、そうだね。うん。昨日の一件以来、ホタルはすっかり大胆になってしまったようだ。これ大胆とかそういう問題なんですか？ユウ君、私のこと待たせるからいけないんだよ。あ、怖い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 。急に怖い、急に怖い。私たちも恋人同士だから、こういうことしてもいい。俺はいつもの普段通りの生活を送りたいだけ。なんで BGM 止まったんですか？やめてよー、やめてよー、もうやめてくれ。昨日ホタルとは付き合うって言ったけど、俺はただ普通の生活を送りたいだけ。なんか余計なこと言ってますこいつ。なんか余計なこと言ってるよね。ダメだよ本当。一回死ぬべきだわ。え、なんか暗く、やだ。どうしたろう。どうしたろう。ゆうくんの言う普通通りって何？ああ、声が。何ですか。なんだろう。なんか背景暗くなって BGM 止まって声色変わったんですけど。そうですね。これ確定演出ですか？いやー、これ逃げられないよね。カバンから何が出てくるんだろうね。怖いなー。怖いな、怖いなー。人と人との関係って、時の流れで変化していくものなんだよ。はい。ユウくんは鈍感だから、些細な変化にも気づけないかもしれない。はい。最初はそれでもいいと思ってた。はい、今お説教されてますよこれ。そう、説教タイムですね。うん。ユウくんにはいつまでも私のそばにいていい感じの距離感でいてほしかった。はいはい。何を言ってるんだ？何を言ってるんだ？アホなのか。こいつは何を言ってるかぐらいは分かるんじゃないか。だけどユウくんは変わってしまったんだ。ああ怖い怖い怖い。マナミに会って。ああ。呼び捨てやめよ。朝から重いってやめよ。怖い怖い怖いよ。お姉さんは関係ないだろう。言い返していきます。いやーよくないね。あの女かばうんだ。うん、関係あるよ。あいつは私とユウくんの仲を壊した張本人なんだ。うん、怖いな怖いな。それだけじゃない。あいつはユウくんを必ず不幸にする。ね、大予言者みたいなこと言ってます。そうですね。ユウくんは罰を受けないとダメなんだ。ああ。罰。なんか腕組むとかそういうので本当にお願いしたい。うん、そうですね。言ってる意味がわかんねえよ。ユウくんはこれから先もずっと私と向き合っていかないといけない。ああ。私と付き合っていかなきゃいけないんだからさ。はい、ああ。もう使命になってますね。そうですね。心臓がバクバクとなる。目の前にいるホタルは本当にホタルなのか。まあ魅力的に見えてんのかな。ね、こんだけ近いしさ、ドキドキしてるんだよ。ポジティブ。俺はお姉さんに会うことがどうしてそんなに悪いことなんだ。急に怖くなって組まれたホタルの腕を振りほどいた。どうしまったんだよホタル。私はユウくんのためを思ってるんだ。さあ手をつないで学校に行こっか。にっこりとホタルは微笑む。その夢は狂気に移った。昨日の時点で気づけ。そうですね。あ、とっさに俺は、あ、逃げました。逃げた。家一緒なのに。ここで逃げてどうするんですかね。話し合いで解決しない。どうしようもない気がするんですけど。いや、まあまあ、こっちが行動で逃げたらあっちは行動で追ってきますよ。そうですね。彼女はもう俺の知ってる彼女じゃない。あ、お、え、お、え、いやいやいや、こけたんですよねこれ。こけたんだね。ああ、そうだね。う、殴られた。タラさん殴られました。殴られたか。いやー、今全力で逃げてたかなと思ったんですけど。因果応報、因果応報。はい。ああ、あ、ここは、あ、部屋、俺の部屋か。
してるんだ。あれ、身動きが取れない。タラさん、身動き取れません。ああ、そっか。ね、南無阿弥陀仏。ナオミ、大きな名前でくくられてます、タラさん。ああ、そっか。あの、椅子に縛り付けられてます、太郎さん。ああ。ああ、そっかそっか。そうだよね。いや、俺、あれなんですよ。やっぱり、俺は優雅くんになれないなって。やっぱ、太郎さんがやっぱりこれ一番最初に始めた、いやいやいや、ゲームし、違うよ。うん。やっぱりシンクロしてんのは一番、太郎さんというか。何言ってんだよ。数が進めてきてさ、数の方がシンクロ率高かったじゃん。だから、私は関係ないんだって。ホタル、どうしてこんなことになってるんだ。ああ、それは私がやったんだよ。はあ。まあ、でしょうね。逆に違うことあるか。正気か。学校どうすんだよ。学校なんかどうでもいいよ。それよりも私はユウくんと一緒にいたいんだ。はあ。俺は学校に来たい。だから校則を取りたい。俺はできないかな。そんな学校行きたいやついるか。いないよな。どうしてこんなことしてただで済むと思ってんのか。もうよくこの縛られてる状況で言い返せるな。すごいな、この勇気。うん。大丈夫だよ。私とユウくん以外この世界にはいないんだもん。はあ。どういう。はあ。そんなわけないやろ。こんなことしたらいつか。外から人がやってきて捕まっちまうぞ。だから大丈夫だって。なんか あんまり展開が読めないな。どういうことですかね。どういうことですかね。これはこの世界には私とユウくんしかいないんだもの。このハイライトをなくした目で答えになってない答え永遠と言い続けるのやばいですね。やばいですね。気が触れちまったか。どういう意味だ。そのまんまの意味だよ。そのまんまの意味らしいです。なるほど。ユウくんは私以外に誰を知ってる？マナミ先輩とか。マナミンでしょ？マナミ先輩とか。マナミンでしょ？マナミ先輩とか。マナミンだよね。おさんや俺の頭にはお姉さんが浮かんだ。でマナミだけでしょ？ああ。いや、そんなはずは。だって学校に通ってるんだぞ。じゃあ、誰か知ってる人を思い浮かべてみてよ。誰ですか、太郎さん。思い浮かべてください。いや、これはね、違うんだよ。メガネ部も、メガネかけてない人間はね、描かれてなかったから、メガネをかけた瞬間に見えるようになったの。だから、いるにはいるの。そういうことじゃないの。私も何言ってるか分かんなくなってきた。メガネ部が悪い。メガネ部のせいだ、これは。例えば、あれ？なんだ？思い浮かばない。そんなわけ。コンビニで買い物したじゃないか。その時確か店員がいた気がする。うん、いらっしゃいませーつ。違う。ありがとうございましたーつって。いらっしゃー。俺はその人の姿を見ただろうか。いや、気がしていただけだ。おかしい。家族？そうだよ。うん。それはもうずっと思ってたよ。そうそう。あら、どうして俺は一人暮らしをしてるんだ。どうして俺は高校生で、どうして俺はアパートで、ホタルの隣の部屋で暮らしてるんだ。どうして？どうして？本当はマナミなんて害虫はこの世界になかった。害虫言うだよ。もう呼び捨てとかそういう次元じゃねえ。害虫言うた。それなのに私とユウくんの世界に介入してきた。ふむ？うん。意味がわかんない。わけがわからないよ。マナミの介入なんて最初から予想がついてた。は。最初からこうしてユウくんを縛り付けておけばよかったんだ。はあ。放っておくとまたユウくんはマナミに騙されちゃうからね。ああ、これはあれですね。流れから察するに現実世界ではないような、そういう感じですかね。そうですよね。現実ではないよ、これは。安心して。ユウくんのことはちゃんと面倒見るからさ。やめて、おむつとか履かせないで。それは嫌だよ。それは嫌だよ。だったら解放して。いやいや。なんか食べても美味しくない。ほら、太郎なんか美味しいよ。
あ、やめて、違う、カスの方がね、食うところいっぱいあるから、私なんか食うところないからさ、食べないで。いや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 、アローの方がほら、煙でいぶされて燻製みたいになってた。いやいやいや、タバコの煙はね、体に悪いからさ。俺はこんなこと望んでない。俺はお前のおもちゃじゃないんだ。なんで言い返すかな。怖い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 。笑っちゃったよ。ゆうくん面白いこと言うね。爆笑されました。そうか。芸人だろっか。二人で。うん。この世界を望んだのはゆうくんなんだよ。はあ。お？ゆうくんが私を望んだの。私と生きる道を望んだんだよ。ほう。そんなわけない。ギギ言うてますけど。ギギ。なんだこの頭だけ。殴られたからだろ。すべてが作り話だと僕は知っていた。はあ。は？普通のせいじゃないと気づく。きっと